三重江村上松地区三重江村は奈良県宇田郡にある村。隣接する宇田郡ソニ村と同様に奈良県を北部と南部に区分する場合は南部に分類され、さらに細分化する場合は南東部に分類される。ソニ高原の南側に位置し、名張川の源流がある。伊勢本海道が通っている。山間部が多く、霊量タウの気候となっている。山地河線奈良県統計。 和名省には、隣の曽木村と共に、宇田軍漆辺の号として見える。首長村議会衆議院衆議院議員選挙の選挙区は、奈良県第三区、奈良県議会議員選挙の選挙区は、宇田軍、宇田市選挙区となっている。農業林業村内に杉などの建材店がある。村内の郵便番号は、633から13、XX となっている。 三重触れ合いバス道の駅伊勢本街道三重村内を走る鉄道路線はない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は近鉄大阪線のハイラ駅あるいは名張駅。路線バス村内を三重コミュニティバス、三重触れ合いバスや津市、コミュニティバスが走っており、2カ所で近鉄大阪線方面からのバスと接続している。毎年1月2月の土休日は奈良交通が 臨時の無標バスを、灰原駅、三重青少年旅行村をノンストップ運行している。国道県道三重神社、三重高原牧場。ありがとうございます。